仕事帰りの透過フィッシングということで、どのぐらい前でしょうか、タチウオが釣れたところやってまいりました。狙いは何でしょうか、よくわかりませんが、まあ3時間ぐらい楽しもうと思います。ということで、今日はアラブの王女様とって今日はかっこよくなってるじゃないですかもう釣り師になっていってますね、すげえ。こちらはアナゴ狙いで来られてます。餌はキビナゴ、ほいでいい方のアナゴを一本釣られてましたよ。今時期アナゴ、おいらはこれでマジだかメバル狙い、投げ釣りでアナゴ狙いですか。いやメバルかアジか、あ、ほら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 、ボラのボラのご一個ねえ、いやもっと違う魚が寄ってきてほしいんですけどね。これおお、釣れた釣れた釣れた、なんだなんだこれ、アナゴ、え、あ、アナゴじゃないんですかこれ、もしかして、あら、ちょっと待って、アナゴです。おお、釣れましたね。あら、なんだやだ、これ針はどこ行ったの、え、煮込んでたりしますか、煮込んだの、ありゃちょっとやってます。加えてたけど、針にかかってなかった。おお、そっち結構当たりありますね。ワームには何にも来ませんよ。あ、また来た、また来た、アナゴ2匹目。すげえすげえ、2匹目、あらよく釣れるじゃないですか。こんばんは。ちっちゃいけど、可愛いアナゴが飲み込むけやだ。え、2匹目、おお、これは型がいい、ちょっと違いますよこれ。ちょっと2倍以上ありますね、全然。ほら、これが刺身にして食べると今が美味しい時期と。そうですね。わお、やっぱりキビナゴを餌にした方が大きいのが食いついてくるんですかね。かもしれないですね。あ、丸飲みするから。あ、そう、やっぱケビに食いついてくるのはやっぱこのサイズと。今度はキビナゴですね。お疲れ様でした。どうも。いや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 、あと、あ、もうちょっとです、タイムオーバーまで。いやー、先ほどなんとなんとスナメリが通過していきました。もう一回ちょっと来ませんかね。まだここにスナメリがいるとは。来た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 、お、今度は新魚種、これは、これは何、これ、アラカブキーホルダー。わー、かわいいの来ました。おそらくこんなの見ましたよ。うん、リースですね。
おーだけどすごいいい引きしましたね、グググググって着戦本物が来たかと思いきやあー面白い面白い、かわいいリリース、これ何、これ意外とでかいよ、これでかい、これはあ、ボラのでかいのか、あ、これはボラのでかいのっぽいですねいや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 、あ、でもこれピクってなりましたね、確かに、あそこあそこあそこ、あっちあっちあっち行ってます、ピカピカ、あ、なになにこれ、あ、本当だ、これなになに、イワシ、イワシか、アジか、こんな感じだよ、え、これ壁は何だ、いたちょっと待って、お、来たか、来たよ、来たよ、やった、4匹目、お、結構曲がったるぞ、なんだなんだこれ、お、なになになにだ、アナゴまたアナゴおめでとうございます本当にアナゴ釣り名人だすげー、また餌食べた、針飲んでるっぽいですね、やだ面白いまた飲み込む、やっぱ飲んでますか口開けるんだ、どうしても針を取ってやるあと15分やって終わりにしようと思います、まあここは確かに何かしら釣れますね、釣れないってことがない、オイラは釣れなかったけどすいません、あいつものチーンの代わりに周りのゴミ集めして帰ります、いやお疲れ様でございました、今日もお付き合いいただいてありがとうございました、お礼にこれ差し上げます、ステッカーセット、 ありがとうございます100年後には価値が出るかな、あらまあってことで終了です、今日のチョーカー、この絵だと結構いい型のアナゴっぽく映ってますけどね、ちょっとした釣り情報にはなったでしょうか、またどっかで楽しもうと思います、ご視聴ありがとうございました。